なんか今回しゅんくんってリュックとトートバッグで来てて、パスポートとかトートバッグでポイってポイってもう取ってください。違う、俺にも俺なりの理論があるんだよね。すぐ取り出せるやんか、箱に入れたら。なんですぐ取り出す必要があるの？だってパスポートフリーズって言われたらすぐ出したいやん。預けてもいい？やだやだやだ。で、僕たちは今シリコンバレーに来てて、企業訪問とかOB 訪問みたいなことをしてるんですけども、今回は特別編ということで、 YouTube のコミュニティ機能を使って就活に関する質問コーナーをしました。で、シリコンバレーにも来ているってこともあって、それも踏まえて皆さんに質問をしていただきました。ありがとうございます。皆さんからの質問にどんどん答えていこうと思います。はい、仕事の選択について大切なことは何だと思いますか？僕の答えは、自分が、何に幸せを感じるかっていうところをによるかなっていうふうに思います。例えばゴリゴリに0から1を作るのが好きな人、もしくは1から100にするのが好きな人、もしくは家族がすごく大切な人とかプライベートが大切な人ってそれぞれあると思うので、自分の幸せはどこの、基準にあるのかっていうところを、知るっていうのが一番大切かなって思います。なんかいくらやりたいなと思ってる仕事でも全然できなかったら、なんだろう、その自分のパフォーマンスってなかなか上がりにくいし、モチベーションも下がってしまうと思うから、やっぱりやりたいこととできることと求められていることの中間から取りに行った方がいいなと思っていて、一番その3個の分野が交わる、なんかこういうレンズになっててこの部分がなんか一番、そこからこう優先順位が一番。ゆかしはちなみにやりたいことと、得意なことと求められていること、どれを重視して選んでますか？だから私は3個、一番3個がマッチしてるところしか本選考を受けなかった。なるほどね。総合的に考えて、そこを優先的に受けて、もし落ちてしまった時のためにこことここだけ結びついてるところとか、そういう感じ。なるほどね。そうだね、いろんな観点から考えることは大事かもしれないですね。就活のスケジュール管理法、俺はめっちゃいっぱい受けた経験がないので、ゆかしに聞きたいなって思ってます。そうですね。まず管理するツールは Google スプレッドシートか Excel をおすすめします。まあ多分想像つくと思います。締め切りを書いたり、どこまで進んだかを書いたり、企業のパスワードとか ID とかもごちゃごちゃになっちゃうんで、そこに書いたり、っていうのは多分想像つくと思いますし、ぜひ書いてほしいんですが、注意してほしいポイントだったりおすすめのポイントがあるんですけど、まず企業を並べる順番なんですけど、優先順位が高い順番に書いてほしいです。私は、企業を SABC のランク付けをして、やっていました。で、この SABC っていうのは自分の行きたい優先順と、あとは一般的な、なんだろう、難易度の SABC、だからめちゃくちゃ行きたいけど、なんだろう、あまり難しくないって言われてる会社とかは、なんだろうな、めちゃくちゃ難しくて行きたい会社の下に書くとか、そういう風にやるとなんか客観的にいつも見ることができて管理もしやすいかなと思います。そういうね、やり方をぜひ工夫してやってもらえるかなと思います。いや、いいね。俺全くそういうのできないから尊敬するわ、マジで。それとは別でもう一個おすすめのスプレッドシートの活用方法があるんですけど、 OB 訪問って一人が行ける、なんだろうな、人数って多分結構限界があるじゃないですか。1日24時間しかないですし、だから友達同士でちょっと違った業界を受けてる子たちと、そのスプレッドシートで OB 訪問の記録を共有することによって、なるほどね、人を紹介してもらった時にその人がどういう人なのかはスプレッドシートを見たら分かるし、なんだろう、この業界ではこういう人が求められているんだっていうのが分かるので、ぜひ友達同士でね、 OB 訪問の記録を共有するっていうのもすごくいいことだなと思います。ぜひやってください。いいですね。はい、OB 訪問の動画を旬ダイアリーで今後も出していくので、ぜひ見てください。そうですね、旬ダイアリーのね、見た記録とかもね、いや確かにね、スプレッドシートにじゃあください。やりたいことが見つからない人が、それを見つけるためにはどうすればいいか。多分やりたいことがある人がこの世では目立ちすぎているだけであって、だから多分しゅんくんとかってどんどんこう有名になっていったりとかっていうだけであって、私もあまりやりたいことがない族だったので、でもそういう人間の方が多分世の中の8割くらいを占めているから、気にしなくていいっていう大前提のもと、だから私は就活を通して見つけてきた人だったんですけど、やっぱ好奇心が旺盛だから、何をやりたいかっていう問いだと決められない、
だから何に違和感を感じるかとか何が嫌だったかとかからこう消去していくんですよ、うん、で逆転させていく、うん、やりたくないことの中に単調な業務が無理って思ったら、うん、じゃ単調の逆ってなんだろうとかそういう風にしてやりたいことがどんどん見えてきて企業が絞れてきたので、いいね、はい、なんか経験から基づいてるから言葉に重みがあるよねありがとうございます。俺はどっちかというと具体的な策っていうよりは大枠な話なんですけども、やりたいことが見つからないって本当にそうですよね。僕自身もずっと今もそうじゃそうなんですけど、大学生の時と高校生の時やってたのはやりたいことが見つからない時はなんかなりたい人を探してました。というのもどういう人になりたいかっていうのをいろいろ探した上で、僕今ずっと今もそうなんですけど尊敬していた人、今一緒に住んでる西江さんっていう人をめっちゃ尊敬してるんだよね。ですごい尊敬してて高校生の時から尊敬してたから、その人がやっていることをしらみつぶしにやってました。そのなりたい人がやっていることをやるっていうのは大事かなって思います。なのでなりたい、こういう人になりたいなみたいなのを探すっていうのは、やりやすいと思います。ロールモデル大事だと思います、うん、やりたい仕事を見つけた会社に落ちてやりたいことがなくなった時、次何したらいい、ね、仕事とか会社もそうですけど自分自身がどういう人になりたいとか何をしたいかっていう軸があれば、第一志望落ちたとしてもそういうなりたい人に、自分がなりたい像に近づける手段は他にもあると思うので、自分がどういう人になりたいかとかいうのを改めてもう一回考えてみるのはありかもしれないです。シリコンバレーでの質問ではないのですが、どういう目的で行ったのか、何泊でどのくらいお金がかかったか、社員とはどうやってアポを取ったか、言語の壁は感じたか、行ってみて気づいたことや注意点、うん、もし誰かが同じようにシリコンバレーに行く場合に知っておくと役立つことを、この旅で何が得られたか、ざっと教えてほしいです。なるほど、目的はもうシンプルから、目的はでも企業訪問動画をもともとやりたいなっていうふうには思ってて、でアポは取れてない状態なんです、状態でチケットを一旦買ってしまって、買ってしまってというかみんなで行くっていうのを決めて、企業訪問動画を撮るっていうことが第一の目的です。で2個目の目的としては、そう今のその事業相談というかビジネスの最先端に触れてみたいなって思ったのも目的の2つ目としてあります。で何泊でどのくらいお金がかかったかに関してはどうですか。現地滞在時間は5日間で、日本を出発して帰国するまでは7日間です。でお金については航空券でだいたい10万円、宿泊費が3人で Airbnb に泊まっているので、まあ、割とコストを抑えられて総額4万円ぐらいかな、うん、で、なんで、あとレンタカーで5万円ぐらい、うん、合計5万円だから1人当たり2万何円、全部含めて20万ぐらいじゃない、1人当たり、うん、そうだね、20万あれば、うん、いけるかなって思います。思います。だから意外とや、なんていうかな、めちゃくちゃ物価も高いけどそこまで思っていたほどお金はかからなかったなっていうイメージです。で、なんだろう、言語の壁はそこまで感じなかったです。まあそうですね、現地の日本人はにしかあんまり会ってないっていうのもあるかもしれないけどね、うん、でも普通にスタバのオーダーとかできるよね。うん、できる。じゃあ一つずつ、行ってみてよかったこと、気づいたことは、なんだろうね、なんかすごいここの人たちは自由に働いてるイメージがあったんですけども、まあ、実際になんていうかね、退勤時間とかも日本に比べてめちゃくちゃ早いんですけど、それが結果的になんか生産性を良くしているなっていう風に感じまして、なんか遊んでいるように見えて、他のなんて家に帰ってからも仕事をやったりとか、仕事はしてなくても新しい刺激に触れたりっていう時間が、日本に比べて多いなって思っていました。でそのなんていうかな、自由にする時間を、もう自由に働ける環境を提示することによって、整えることによって会社としてもより多くの成果を出す、クリエイティブなことが思いついたりとか、新しいことに、参入しやすくなるんだなっていうふうに思ったので、僕もちゃんとなんか詰め込みすぎずに適度に、余裕を持って働きたいなっていうふうに思いました。愛写真が強くていいなっていうのが私の感想なんですけど、なんだろう、やっぱりなんか日本って例えば通勤列車とか、例えば就活のシーズンのあのスーツの感じとか、なんかすごいなんかそのみんな元気ないみたいな感じでよく言われてるんですけど、
なんでこっちの人たちがこんなに愛写真が強いのかなって思った時に、会社が社員のなんだろうウィルみたいなやりたいこととか目標とかをちゃんと引き伸ばせてあげられたり、そこのカルチャーマッチをすごい大切にしている。いや本当そうだねっていうのがなんかお話ししてて、いや本当にね思ったので、うん、昨日会った人とかもカルチャーが、どんだけスキルとかがあってもカルチャーが合わなかったら採用しないみたいなことをおっしゃってたので、本当にその通りだなって。でもそれを貫き通すことによって会社としてなんか色がしっかり出たりとか、それぞれの社員さんが愛写真を持って働いてて素敵だなって思ったので、それがちょっと日本の傾向と違くていいなって思いました。はい、ということで、ね、全部は答えられなかったんですけど、今後もあと3日間ぐらいシリコンバレーの生活があるので、なんか気になったことがあればまた動画で発信しようと思います。はい、まだまだ質問も一応受け付けますね。はい、受け付けます。はい、ということで、なんか追加の質問があったらこのコメント欄に書いてみてください。はい、ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあ